はい、時刻は夜7時を回りました。僕と写真とカメラマンとのお時間です。 MC はカメラマンのあいこです。この番組はライオンの子保育園教育グループの提供でこの後7時56分まで放送いたします。今夜も皆様に元気な声を届けてまいりますので最後まで笑ってお付き合いください。僕は沖縄へ移住して17年目になるカメラマンです。番組では沖縄を通して出会って親しくさせていただいている方々に毎週遊びに来てもらってお仕事のお話や写真のことなどをお聞きしております。この放送はツイキャスト YouTube ライブでも楽しみいただけております。FM ギノマンのホームページから見ることができますのでお気軽にご参加お待ちしております。サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合はアプリのリスラジかマイチューナーラディをダウンロードしていつでもこのラジオを聞きすることができますのでぜひこちらからもお入りくださいませ。よろしくお願いします。ということで始まりました。タカポさんこんばんは。師匠どうも。カポイさんどうも。イッコさんキャンさん皆さんこんばんは。今日昼あんな暑かったのに夕方からなんか少し冷えてきましたね。本当ね、雨降ってたでしょ。雨降ってからなんか寒くなっちゃってね、なんだかまだね春って感じしないですよね。まだ寒いですよね。そうですね、肌寒いですね。なんだろうね、もうちょっとでなんか暑くなるはずなんだけどな。なんか明日が寒くなるみたいですよ。また下げるんだ、はい、安定しないですね。この時期にね体調崩しやすいですからね、皆さんね気をつけてね。僕もね本当は日中半袖だったんですけど夜はねどうしてもやっぱ長袖になっちゃいますよね。寒いからねまだね、皆さん気をつけましょう。ということでですね、今日はですね本当にはい、いつもの、ゲストさんとちょっと雰囲気は違うかもしれません。というのもですね、今日はですねやんばる、国頭にありますですね、やんばるの森、おもちゃ美術館、というところから、来ていただきましてですね、いろいろお話をお聞きしていきたいと思うんですけども、今日さ国頭村ってどんなです？国頭村ですね、やっぱりイメージ的にはあれですよね、辺戸岬ですね。ああ、ずいぶん遠くに行きましたね。はい、そうですね、あのやんばる、そうです、国頭村といえば辺戸岬、一番最北端ですよね、はい、の岬がありましてね、そこね。そうそうそう、あ、シュプリンさんも来た、こんばんは。今日の雪も吹雪でした。あ、今山いるんだ、寒いよね。っていうか、そっか、インストラクターも今やってるのかな、この時期ね。寒いっすね。高坊さん、訳してやんちゃということやんばるおもちゃってこと？いやいやいや、そういうのじゃないから、優しい優しいやつだからね。やんちゃではないよ今日は僕はね国頭村のイメージってやっぱりその辺戸岬もそうですけど森と水って感じですね。海もそうですけどやっぱあの辺まで行くとやっぱ水ですよね。川とかもすごい綺麗ですからね。そうですね、すごいね、森林の日光、あ、森林浴なんかも気持ちいいですからね。あ、かっぽいさん、国頭の道の駅だったかな、イノシシの豚のそばね。そうそう、イノブタね、イノブタそばがあるらしいけど、キャンさんイノシシも食べられないの？キャンさんどうなんですか、豚アレルギーでしたね確かに。はい、食べれないっていうか、一回呼吸困難をしてるんで試そうとも思わないですね。やばいっすね、はい、じゃあのやめといた方がいいですね、はい、あのねイノブタねめちゃくちゃうまいですよ。イノシシと豚のハイブリッドで、はい、イノブタっていうのを作ったって、僕だいぶ前の話らしいんですけど、僕青森にいた頃小学校の桜祭りっていうのがあったんですよ。そこにイノブタの肉っていうのを売りに来てた業者さんがいて、もう焼き鳥かと思って食べたらめちゃくちゃうまくてびっくりしたんですよ。脂がジューシー甘い、小学校なのにその感覚を覚えさせていただいて、そこからずっと会えなかったんですよ。で沖縄に来て国頭村でイノブタと再会したんですよ、はい、あ、これだ僕が小学校の時食べた豚と思って、なんかね多分だから売りに来てたんでしょうね、何かの流通で。ベーコンとかにしたらめちゃ美味しそうですね。いやいや、ベーコンともまた違うんですよ。なんかねうまい、柔らかくてうまい。とんでもない、いやいや高本さん師匠うまいな、またとんでもないですよねって、まさにとんでもないですね。師匠ダジャレ上手だから受けから来ていただいてます。今日はねたくさんねあのお伝えした情報がありますので、早速じゃあゲストさんご紹介させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ではでは改めまして
本日のゲストさんでいらっしゃいます、やんばる森のおもちゃ美術館、館長代理でいらっしゃいますガナハミヒコさんでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ようこそお越しいただきました。はい、ありがとうございます。どうですか、道混んでませんでした？大丈夫ですか？道は、はい、スムーズにいらっしゃいました。はい、山から降りてきて、はい、山から降りてきて無事到着しました。ちょっとね、この時間帯的にちょっとね、道が混み合い時間でしたからね。はい、あれはありがとうございます。お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。早速なんですけど、やんばる森のおもちゃ美術館っていうところは、はい、どういったところでいらっしゃるんですか？はい、おもちゃ美術館は国頭村の森林公園という公園の中にあるんですけど、はい、木のおもちゃで遊べる施設になっていまして、うん、もう本当に赤ちゃんから大人まで、うん、はい、もう多世代が遊べる施設になっています。美術館というと、はい、例えば県立美術館、博物館もありますし、東京だったら上野美術館とかありますけど、はい、絵だったりとかいろいろそういったイメージがあるんですけど、はい、森のっていうところなんで、はい、やっぱり森のものを使った美術館ってことですよね？そうですね、うん、はい、場所自体森の中にあるではあるんですけど、うん、はい、県産材、沖縄の県産の木材や国産の木材を使った木のおもちゃで遊べる施設になってますね。はい、このその遊ぶっていうのはやっぱりこの木育というようなことになるんですか？はい、はい、そうです。もうおっしゃるように今木育活動なんですけれども、はい、沖縄県も推奨していまして、うん、はい、木育を通して、はい、遊び、私たちの場合は木のおもちゃと遊びを通して、はい、木育活動を皆さんに体感していただくような施設を目指しています。はい、なんか僕も何回か、行ったことあり、行かせていただいたことありまして、はい、なんか入ってまず木の匂いが当然するのもそうですけど、はい、全部木で作ってあるんですよね。何から何まで、はい、もう床材から、はいはい、トンネルもあるんですけど、はい、トンネルありますよね。はい、トンネルを抜けて館内に入るんですけど、はい、それも全部ヤンバルの木材で。すごいですね。はい、これまたこのヤンバルの木材とおっしゃってますけど、はい、すみません、僕の知識で言うと木っていうと杉とかヒバ、はい、ヒバは青森か、ヒノキか、なんかああいうあれですけど、ヤンバル特有の何か木があるわけですよね。はい、おもちゃ美術館のこのトンネルや床材はイタジーっていう、もうブロッコリーみたいな、ね、国イコさんも、はい、もう国神入ったらね、はい、このもう全面を覆い尽くすようなブロッコリーみたいにもこもこした木があると思うんですけど、それがイタジーっていう小さなどんぐりを身につける木なんですけど、うん、そういったイタジーが床材に使われてたり、うん、あとは沖縄ラジロガシや、あと琉球松とか、結構県産材いろいろ、はい、多種ございます。はい、今琉球松の思い出したんですけど、あれですよね、この間首里城の、はい、木木材、はい、ごめんなさい、何の木っていうんですかね、沖縄裏白菓子、裏白菓子、裏白菓子の木を持ってきた、やってましたよね。はい、小引き式でしたっけね。はい、あれも国頭村から、はい、でしたよね。国頭村から運ばれた、はい、貴重な木になりますね。はい、あれで樹齢どれぐらいとかなんかあるんですか？はい、84年から90年以上のものもありますし、3本運ばれたんですけれども、はい、そのうちの1本が根元の部分なんですけど、国頭村、役場にもありまして、森林組合さんとか、あと美術館にもその根元の部分を分けていただいて、今、はい、今でしたらこう触って、実際触って見ることができますね。はい、同じものの、同じものの根元の部分が、はい、貴重な部分が、すごい、はい、樹齢が80年以上、84年ですね。はい、相当大きいんでしょうね。はい、結構大きいですね。はい、重量感もあります。何から何までこの木に触れるっていうのは、なんかやっぱりこの人のぬくもり、よくぬくもりって言いますけど、はいはい、やっぱりこの無機質なものと違って、木とかってやっぱりこのぬくもり、あったかみっていうのをすごく感じるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そういうところでもやっぱり何か、さっき言った木育ってところにも当然つながっていくと思うんですけど、そうですね、実際も触って、うん、匂いしたり、はい、もう赤ちゃんだったら舐めたりとか、うん、はい、もう五感フル解放で、はい、なのでもう木に触れること、遊ぶだけでもすでに木育が始まるので、はい、もう多くの方に体感していただきたいなっていうのは、はい、感じてます。あ、すごい、これがその森の、
まさに美術館ってことですよね、はい、今もう早速いろいろ皆さんコメントいただいてますけど、あ、メンソーレミキコさんというか高保さんからメンソーレようこそ、メンソーレ高保さん、高保さん、高ちゃ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 ん、ようこそようこそ、見えてないけど高ちゃんかな、高ちゃん、ね、高ちゃんよろしく、ちょっと安心した急な、急なでようこそって高保さんね、今東京いらっしゃるのかな、内地いらっしゃるんですけど、ね、あ、ごめんなさい、違う高保さんだあ、違う高さん、高さん違うだった、高さん違う、すいません、失礼しました、いや、いいんじゃないですかそう、森林浴でね、マイナス水温浴びるんですかっていう感じですね、はい、もう公園自体がもう森林公園になってるんですけど、はい、実際もあの森林セラピーガイドと、あ、基地としてあの認定された場所なので、本当散策するだけでもすごく気持ちいいですし、うん、リフレッシュしてストレスが軽減されるとかっていうのがもう実証されている場所なので、うん、その中にある美術館っていうのは、まあ、全国のおもちゃ美術館の中でもすごく特別な場所で、機械音もないですし、うん、ゆったりとその場に来るだけでもチャージできるような、うん、はい、場所です。これそしたらあの大人から子どもまで楽しめるってことですよね、はい、まあ、当然子どもだけでちょっと行くあれはないかもしれないですけど、ご家族で行ってもいいし、はい、まあ、大人だけでも行ってもいいわけで、はい、そういう癒しもあるってことですよね、はい、おっしゃる通りです。あの行った時に僕飛び込んじゃったんですけど、うん、はい、なんかあの丸っこい木のなんかね、プールがあって、はい、あれ面白いですよね。それがあの琉球松でできた、ね、はい、木の卵なんですけど、はい、今あ、これがその中に入ってるんですね、はい、すいません、さっきあえて僕お聞きしなかったんですけどこれがそれなんですよね、はい、そうです、失礼します。これ、あ、そうそう、これがあのヤンバルクイナの卵をイメージして作ったものなんですけど、かわいい、この音が、はい、ね、小さな赤ちゃんでも手で握って音を感じることできるので、はい、これがその三上さんが、この伊藤さんが飛び込んだ、はい、プールに入ってる、はい、約5000個の、5000個も入ってますか、はい、皆さん聞こえます、これこれね、これなんですか、琉球松です、琉球松の、はい、木を、加工してちっちゃい卵、うずらの3回りぐらい大きいぐらいの卵、うずらと鶏の間ぐらいの大きさの卵型なんですけど、これがね5000個ぐらい入ってる、こう丸っこいプールになってるんですよ。そこになんか入ってもいいよっちゅうんでこう飛び込んだらまあ気持ちいいんですよね。このね、高保さん、そのマイナスイオンの話してますけど、マイナスイオンってこうなんかこのなんていうんですか、空気感で伝わるような話かもしれないですけど、直接皮膚で触れて、はい、このゴリゴリに当たっててこのマッサージ感っていうか、はい、すごい気持ちよかったっすね、はい、うん、出てこれなくなっちゃって、これ面白かったな、これでもこの触った感じも全然肌触りもいいし、はい、匂いは琉球松それほどそれほどしない、はい、これがもう10年目を迎えた琉球松なんですけど、はいはいはい、実際はもうこの、あ、ごめんなさい、はい、もともとこうツヤがあるものではなくて、はい、もうツヤがない状態だったんですけど、もともとこれから、はい、こういった状態、普通の角材にあるような木ですよね、はい、そうですね、あの、ツヤがない状態、割り箸と変わらない見た目というか、見た目質感ですよね、質感だったものがこれ光沢がある、出てくるのがですね、私もすごくここ来て不思議だったんですけど、はい、あのこれを作られたあの職人さんに聞きましたら、これはもうみんなのティーアンダーだよって言って、はい、あの手の油というか、はい、まあ、それだけ多くの、 あの方たちに遊んでもらったんだねって言って、はい、っていうふうに自然にできたツヤなので、はい、ね、もう口に入れて舐めても、まあ、安全というか、はい、このツヤが、はい、一般的にあの木のおもちゃなんかもずっと長年遊んで、で久しぶりにこの実家の木のおもちゃなんか見るといい感じにこの光沢出たりしてますよね、はい、ああいう感じなんですかね、はい、長年の味が出てますよね、味が出てきますね、はい、今ちょっとこのお話になったんで、はい、僕他にもいろいろあっちで遊ばせていただいたんですけど、はい、これの目の前に今お持ちいただいたのはそういった木の数々を今日はお持ちいただいてるんですかね、はい、これは実はですね、はい、全部琉球松です、すべて、はい、これ今なんかあの僕が今触りましたのはゴーヤーが半分になったような形、え、合ってます大正解、大正解言っちゃった大正解ゴーヤーの輪切りを半分にしたような形になってる形ですね、これ、はい、でゴーヤーといえば何でしょうということで、はい、はい、ゴーヤーといえば何でしょう、はい、高保師匠お願いいたしますゴーヤーとかけまして
ゴーヤ、あ、ゴーヤチャンプル、はい、そうです、はい、はい、でこの、ゴーヤチャンプルの積み木はですね、はい、おもちゃ美術館にはおもちゃ学芸員と呼ばれる遊びの案内人の方たちがいらっしゃるんですけど、はい、そのおもちゃ学芸員の当時学生さん、保育関連の学生さんだった、はい、学芸員さんたちが、はい、作られた積み木で、はいはい、全国のこのおもちゃコンテストっていうもので優勝を取った作品になりますね、はい、はい、これと組み合わせてこうやって、まあ、はい、遊んだりとかするんですかね、組み合わせたり、うん、積み上げたり、積み上げたりとか、はい、へー、はい、で琉球松の木目も感じながら遊ぶことができるので、今おっしゃってその木目、すごい木目はっきり見えますよね、はい、そう、これが特徴ですね、琉球松のくっきりはっきりとした木目なので、はい、私たちは世界一美しい木目っていう風に、はい、もう言っちゃってますがなんかその我々この大人ってこう遊んでて、やっぱりこう触る手触りもそうですけど、やっぱり視覚、はい、視覚でもこうやって綺麗だなと思いながら触れるっていうのは、やっぱり、はい、まさにこの美術館的要素ってそこにも今ちょっと感じたんですけど、素晴らしいですね。もう館内にあるもうおもちゃは全て自由に手に取って遊んでいただけるので、はい、まあ、棚にいろいろ飾られてますが、はい、もう自由に組み合わせて、まあ、卵と、はい、まあ、今あるゴーヤ積み木だったり、はい、まあ、音が出るおもちゃもありますので、はい、木琴とか他の積み木とか、はい、いろいろ組み合わせて遊べるので、まあ、子どもたちのもう本当に発想も自由に育めるような空間かなというのは感じてます、うん、素晴らしいですね。ちょっとオープニングですごいなんか癒しをまずはいただきましたね、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。今ね、ヤンバル森のおもちゃ美術館のですね、インスタグラムの方、こちら登録できるやつですかね、はい、ぜひこちらに、はい、登録していただきたいなと思って、このね、URL 出てますんで、皆さんぜひ登録のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ではちょっとここでちょっとオープニングとですね、曲ちょっと行かせていただいていいですかね。ちょっと我々その間癒しちょっといただいておきましょうかね。はい、はい、どうぞ。じゃあその間、すいません、ラジオ聴きの皆様、曲をここで行かせてください。この時期、山、いいんじゃないですかね。ドリームズカムトゥルーで、晴れたらいいね。今3分間で、もうちょっと休憩。大好きなんですよ。ああ、本当ですか、よかった。世代、世代。世代ね。うん、朝の連ドラでしたよね。そうでした。朝の連ドラだったと思うんですよ。何の朝の、ほら、NHK の朝ドラだったって言うんですけど。え、だいぶ前。だいぶ前です。多分同じぐらいの世代の話になってくると思うんで。今53年までなので。あ、53年までしょうか。昭和53年まで。あれ53年。クースの日ですよ、5月とか僕3月よ、3番の日とクースの日ここで出会った1978年、いや、ここで番組全部入ってます、大丈夫ですか言ってなかった聞いてすいません年齢は入ってないのであ、そうだったんですね。だから、なんかあった思い出は記憶がありますよね。高岡さん、とてもいいですね。森林浴は最近やってないし、日光浴のみだからね。いや、いいっすよね。やっぱり、僕、こういうなんとか浴っていうのすごく気になって見たんですけど、やっぱりの月光浴、森林浴、海水浴、日光浴、やっぱりこう人間に必要なものって自然から得ること多いですよね。これ、年間通して大事にしたいと思っていることなんですけど、いいですよね。僕、生まれが青森県なので、どうしてもこう四季に触れるっていう感覚がすごく強くなるので、なんかそういうのがないと、体内時計が狂っちゃうんですよ、ね。でも、どうですか、沖縄ってその四季がこう…ないんですよ。だからこれがね、不思議なもんで、17年経って、まあ、その前僕、東京に13年以上いたんですけど、徐々にこの体内時計がずれてくるんですよね。ずれてきた最初の時気づかないんですよね。はい、半分ずれぐらいからおかしいなと思って、1回転ずれちゃうと、まあおかしいのは普通になっちゃうというか、うん、でも気づいてるんですよね。雪が見たい、四季を感じたいって、うん、はっきり分かってますね。だんだん欲が出てくる、うん、なんだか感じる。この、まあ、田舎から飛び出してきて東京、沖縄で今いるんですけど、うん、青森にもう一回行ったみたいなと思うような気持ち、これがその体内時計のずれの一回転の結果なんでしょうね、うん、不思議です。うん、急に興味出ちゃって田舎にこれ本当気持ちいいですね、触るだけで。本当握るだけで、ね、
赤ちゃんとかもね、あの木育、うちもそうだったですけど、ね、あの車ついてる木育のおもちゃとかありますよね。安全安心。早速今日メールも来てますね。お、シピールさん、はい、ありがとうございます。素晴らしい。今日今の、だいたい最初、次、3分ぐらいに分かるけど、ユースカのことをお話ししてみて、最初に言いましょう。あの話してもいいですか、このいろいろその施設のお話とか、はい、してってもらえるんですか。はい、今 CM 入りました。ここからだいたい2分だったら始まります。ちょっと教えてください。すごい全部できてますね。ただ最初はもうこういった感じで艶がない。いや、そうないですよね。これがこうなるんですけどね。それを作られた職人さんもびっくりしてました。ああ、こんななるんだ。なんかこんなに僕このまま口入れそうですね。入れても安全です、ね、害はないので。食べ物ではないんですけど、はい、なんか入れてもいいかなっていうぐらい。赤ちゃんよく食べてますね。ガリ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 、うん、こういう形ってでも加工するの大変じゃないですか。あ、大変だったと聞いてます。ですよね、はい。まずこのね、磨く作業から、うん、はい、すごく大変だったと。松って硬いんです。硬いのであの、加工しにくいと聞いてるので、うん、はい、すごくこの角ですね、取るのに。ですよね、ね、今ツルツルだと思うんですけど、うんうん、もう最初本当ガサガサで、はい、磨く作業は。これは大変だな。どれぐらい琉球松残ってるんですか、ヤンバルには。どれぐらい、なんか松食い虫とかって毎年なんか話聞くじゃないですか。なんかね、それがすごく松の維持大変なんじゃないかなと思うんですけど。県の職員の方からも聞いたんですけど、うん、まあ、それがすごく大変というふうに聞いてるんですけど、うん、どうやって止めるかっていう、うん、ね、なんかあれな、一回なっちゃうとダメなんですよね。移さないようにするだけなんですよね、うん、はい、聞いてますが、貴重な、はい、はい、はい、お送りしております。この番組は僕と写真とカメラマンと、わいたカメラマンの一行と、本日はやんばる森のおもちゃ美術館から、館長代理でいらっしゃいますかなみこさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ引き続きここからまた始まってまいりますけれども、今、いろいろ、まあ、前半戦森の、このおもちゃ美術館のお話で、琉球松を使ったおもちゃのお話聞いてましたけど、すごいこの加工技術が大変というのもお話お聞きしてたんですよね。はい、硬いんですよね、琉球松っていうのは。硬いですね。それをこの今、はい、ね、このゴーヤーのね、この形にしたのも結構加工が大変だったと、はい、ね、そのようにあの作者の方たちから聞いてます。でその硬いものがこんなにこの肌触りがいいようにまた加工するって、またこれもすごい技術ですね。素晴らしいですね、はい、というのを今ちょっと癒しをね、あの実は今いただいておりました。ありがとうございます。で、あ、ちょっとなんだ、メールが来てるということで、ちょっとメールを拝見させていただきましょうかね。この番組はですね、カメラマンの番組でございまして、ちょっとここで読み上げさせていただいていいですか。すいません、ちょっとじゃあ前半始まる前にメール行かせていただきます。おこんばんは、シュプリームです。作成していたメールが消えてしまったので前置きはなしで、同じ雪山で働いているインターン女子で、仕事中はノーメイク&眼鏡の冴えない女子を演じている僕だけの専属モデルが可愛すぎるので、昨年から悩んでいたタムロンポートレートレンズと大々的に歌う 35-150mmF2 から 2.8 を購入してしまい、東京、神奈川、千葉、静岡で撮影してきましたが、とりあえずこちらをあれします。ちなみに3月29日から4月4日は京都、奈良、大阪で桜と姫をポトってきますって、あ、ポートレートしてきますってことか。ぜひ写真拝見させてください。お願いします。じゃじゃじゃん。ロックハート城と、東京ディズニーシーに行ってらっしゃったということで、写真いけます。僕がクリックしちゃっていいですか。クリックポチッとな。わお、この人が何、その日頃メガネかけてる人なんですか。らしいです。なんかもう仕上がってますよね。
お綺麗な方、あのこの方ね、お写真好きな方で、どうぞご覧になってどうです、お写真、はい、すごい綺麗な、ね、お写真を、これのロックハート城っていうのかな、そこで撮った写真だと思うんですけど、横一写真でございますね。こちらは何だろう、あの王妃様、王女様みたいな形で、耳のイヤリングを触ってらっしゃる形なんですけども、ちゃんとティアラもつけてしっかりドレスもめかし込んでらっしゃって、素敵なナチュラルな、すごく綺麗な方でらっしゃいますね。素敵。2枚目参ります。お、こちら縦地写真に変わりました。白黒写真に仕上げてますけども、今度あの傘、日傘かな、これをアンブレラをですね、ちょっと横にスッとね、下ろす形にして、これは光を何、逆光気味かな、後ろの、バックライトからこうパーンと光を当ててですね、被写体の輪郭をきれいに見せながら、その女性がですね、ちょっとこの物憂げな、ね、目線を外した形でこう写ってるって写真ですけども、これも陰影がきれいに写ってて、ね、白黒とこのライティングのバランスがきれいな写真じゃないかなと思います。縦位置写真でございました。次の写真参ります。おー素敵。こちらも縦位置写真でございます。今度はね、このお城かな、ロックハート城っていうのかな、の階段、大理石調のですね、この階段を降りてきて、そのお姫様がですね、こうちょっとちらっとね、目線外しながらね、降りてくる横顔ですね。横顔、この方綺麗なお顔のね、お形してらっしゃいますね。うん、なんかすごいバッチリこの場所に似合ってますね。ドレスも素敵、表情も素敵。ということで次の写真、はい、今度はね、まっすぐですね、彼女何かを見てるんですかね。縦位置写真でございます。今度ね、ウエストアップぐらいの写真なんですけども、室内の、白中、なんだこれ、何色って言うんだっけな、ライトの色ですね、赤っぽいライトの色の中で、彼女が何かを見ている表情、先ほどのですね、ちょっと物憂げな表情と打って変わって、何かすごく自信を持っているような目線をですね、何かに送っている表情、ちょっとまたね、違う一面を見せてくれる面白い写真ですね。はい、次の写真もあります。おっと、こちらはこれがあれかな、ディズニーシーなのかな、これが横一写真でございます。僕ディズニーシー行ったことないんだよな。こういう街並みになってるんだ。なんか オランダとか、なんかあっちのね、雰囲気のヨーロッパのなんか街みたい、イタリアみたいな街ですね。綺麗、横一写真行ってみたいな。はい、とそこで、これも先ほどの姫ですか、後ろ姿で、横一写真でございます。彼女が真ん中にいらっしゃいますね。で、ちょっとこのほわんとした雰囲気でいながら、何かその輪郭がやっぱりね、ちょっと見えないんですけども、髪が、逆光っぽい光で、髪のこの質感が見えるあたりに、何か女性の気持ちが見える、まあ、なのか撮影者の気持ちが何か反映されているのか、ちょっとこう雰囲気ある写真ですよね。なんか夕日のね、素敵。なんかいい写真だな、今回も羨ましいな、なんかいい、なんか撮影旅行してますね。ありがとうございます、シブニムさん、バッチリでございました。ありがとうございました。今切っちゃった、危ないです、大丈夫ですか、失礼しました。ということでございます、チプリムさん、ありがとうございます。ディズニーの作品のお姫様みたいということでしたけどもね、いやまさにでも本当にお姫様ですよね。素敵な写真でしたね。綺麗でした。もうドレスとか見ると着たくなります、ね、あ、ね、行きたくなりますよね、はい、こういうとこね、着たくなります。ディズニーシー着る、あ、着たくなる、ドレスね、いいですよね、ドレス着て、はい、撮ってもらいたいなと思った、はい、これタクシーのね、旦那さんのタクシーとか、はい、ちょっと、はい、撮りたくなりました。いいですね、見ました。これ写真のやっぱり、あの撮る人が一番嬉しいのって、この写真を見て私もそうしたいっていうことが一番やっぱ嬉しいですよね、撮られたいっていうものが思いました。一番いい感想をいただきました、撮影者の気持ちですかって最後のところね出ておりました。ということでですね、こちら写真の紹介でございました。ありがとうございます。では引き続き、すいません、このまた森のおもちゃ美術館、ヤンバル森の美術館のお話聞かせてください。こと他にもこれありますけど、この今度は丸い形に、このなんか鍋敷きみたいな形になってて、丸くドーナツみたいになってますね。あ、もうまさにドーナツ積み木です、ね、ベーグルの大きさから、あの某ミスタードーナツのドーナツの大きさから、はい、なんかそのいろいろありますけど、はい、これ5種類です、ね、5種類大きさ、はい、これのまた加工技術もまたすごいな、これ丸はすごく大変というふうに作った職人さんからは聞いてるんですけれども、うん、はい、あの野田さんっていう職人さんで、野田さん、もう琉球松のこの
丸にこだわってる方で、はい、いろんなあの、まあ、食器からおもちゃから、はい、おもちゃよりも食器メインで普段作られてるんですけど、はい、丸はやっぱり難しいっていうふうに聞いてるんですよ。でもこの丸の丸ならでは あのこの琉球松の年輪の、はい、木輪のこの芸術的な綺麗さ、はい、もうすごいですね。触るだけで、うん、眺めるだけですごく気持ちいい。眺めるだけでまさになんかこの宇宙を見てるような感覚に陥りますね、はい、いろんな妄想で。これちなみに、はい、組み合わせての乗せる子もいました。あ、ここに乗せるね、子どもの発想がね、はい、いろいろありますもんね、はい、いろいろ遊べますよね、木と木の組み合わせのね、うん、こうやって触ってるだけでもなんか手からこのぬくもりを感じてくるから永遠遊べますね。永遠に遊べます、うん、はい、なんかごめんなさいね、僕話しなきゃいけない、遊んじゃって話できなくなっちゃうかもしれない。ありがとうございます。あ、今日こういったこともお持ちいただいたんですね。わー、すごい、なんか手からすごく今日元気をいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この中でも、はい、ヤンバルのこの森のおもちゃ美術館ってあの国頭森林公園の中にある一部の施設なんですよね。はい、はい、あのそうですね、森林公園の中におもちゃ美術館が、はいはい、ありまして、もう遊びながらあの外と、まあ、つながってるので、はい、外の、まあ、鳥の声聞こえたり虫の声聞こえたり、はい、外のこの景色というか音も風も感じながら遊べる施設なので、うん、本当皆さんゆったりとくつろがれて、はい、もう中には本当もう眠くなって、ね、はい、そのままこううとうとし始める方もいたりとか、はい、でもそういう方見るとすごく嬉しくなって、ゆっくりお休みくださいっていう風に、はい、あります、はい、僕取材で伊豆に行った時に取材しながら眠くなっちゃったの、じゃあ間違いじゃないってことですか。間違いないです、はい、もう真面目に取材すればそれほど眠くなっちゃったなら、あれは正解ですね。もう、はい、リラックス、よかった、はい、怒られるんじゃないかなと思もう皆さんにリラックスしていただきたいのであの設備の中で入ってあのまず目を引いたのがあの美術館の手前のところに天文台ありますよね、はいはい、あれはあの、まあ、まさに天文台、夜の星空を観察することができる天文台ですよね、はい、そうです、うん、はい、あのまあ、森林公園また管理の方が別になるんですけれども、はい、夜は、はい、7時以降8時ぐらいから天文台も予約して、はいはい、あの見ることができます、はい、は星空の、ね、ツアーもありますので、星ツアーも、はい、まあ、国頭村森林公園で検索していただくと、はい、もう星空のツアーとか、まあ、宿泊施設もありますので、はい、なんかの美術館から、こう入っていくと、うん、あれコースになってますよね、はい、なんかこうぐーっと歩けるんですよね、散策コースがありますね、うんうん、はい、でなんかあれなんですか、なんか三角の屋根のなんか家とかありますよ、はい、家っていうのがあれかわいい三角の、三角の、はい、あのツリーハウスですね、ツリーハウス、はいはいはい、あれは宿泊ができる、宿泊の、はい、施設になります、はい、あれがじゃあなんとかこの宿泊施設になって、であとはキャンプ場も、キャンプ場もありますね、はい、バンガローも、バンガローもあります、あります、お、はい、じゃあもうあれですね、おもちゃ美術館で遊びつつで、うとうとしながら、うとうとしながらで夜になっちゃったら星空見て、はい、で帰るのそのままあれだから泊まっちゃえ、泊まっちゃえっていう、はい、もうまさにおすすめのコースです。ほらもう今の間違いないです、間違いないです、もう本当にあの宿泊がおすすめです、朝から晩まで、はい、夜まで楽しめる場所です。あれヤンバルまで行ったら、うん、まあ、この辺、まあ、中部地区なんで、あのちょっと夜はねやっぱりあの、うん、施設の問題でいろいろ光がありますけど、あっちまで行くと本当真っ暗ですよね、真っ暗、漆黒です、真っ暗です、漆黒ですよね、はい、うん、相当星見えるんじゃないですか、もう肉眼でも晴れた日はすごく綺麗に見えるので、私も本当国頭村に移住して2年になりますけど、はい、もうその星空がすごく綺麗なので特別な場所だなっていう風にいつも感じてます。なんか僕もあんま星詳しくないですけど、あのキャンさん、あのディレクターのキャンさん星詳しいんですけど、うん、星って何等星まで普通見えるんですか、はい、大体肉眼で見えるのが6等星7等星ぐらいまでだったはずなんですけど、はい、やっぱり あそこまで暗いところ行くと無数にそういった星が見れるので、うん、はい、こういったあの明かりのあるところって大体せいぜい見えて2等星3等星ぐらいまでしか見えないので、そうか、6等星っていうのは暗い方の話なんですね。そうですよね、うん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 、だからそれですごいバーってもう本当に天の川がくっきり見えたりとか、天の川見えるんですね、確かね、年中見れると聞いてね、びっくりしました、はい、年中見れます、年中見れます、星が見えすぎて、はい、分からなくなるっていうはい、声も聞きました。
詳しい、星に詳しい方から、はい、これ僕分かります。あの星素人なんですけど、星が見えすぎて、あの星の王子様ってあるじゃないですか、はい、星の王子様のイラストあるじゃないですか、あの感覚になるんですよね。なんか足元は確かにここにあるんだけど、あのこの体の感じる部分から上は全部この宇宙の中にいるような感覚に入っちゃうんですよ。多分そういう感覚がきっとヤンバラでも味わえるんですよね。いや、味わえると思います、はい、素敵。シュプリムさんなんかね、星大好きだから、木のおもちゃは口に物を入れたがる乳幼児には持ってこいの一品ですが、残念ながら自分には無縁でしたねって書いてますね。なんで食べちゃうの、歯が強すぎて食べちゃうってことかな。でも本当にね、入れても大丈夫っていうことですからね、はいはい、この中でいろいろでもあのカルチャースクール的なこともやってらっしゃるんですか。なんか何でしたっけ、こういった今お持ちいただいてるこのカゴ、あ、はい、これは何カゴって言うんですか。これがあのクバカゴって言うんですけども、クバってあのクバの木、はい、クバの木なんです。葉っぱですね、はい、これも地元のあのクンジャンクサミの会っていう方たちがいまして、はい、その方たちが作ってくれたものなんですけれども、はい、でも月に2回おもちゃ美術館でも、はい、こういったクサミ体験ができるワークショップを月に2回定期的に開催してます。あ、そうなんですか、はい、これは土日、あ、土日関係ないんですけど、毎月バラバラで2回ぐらいやってらっしゃる、はい、でこれじゃあこれを作ることができる、メニューにはないんですけど、はい、まずは簡単なものから親しんでほしいなということで、あの、まあ、例えば草マーニとかダンの葉っぱで 作れる、はい、あの金魚とかカタツムリとか、金魚の、ね、はい、お子様とかあの、はい、もう草編みやったことない、初めて体験する方でも、うん、まあ、簡単に15分とか20分で作れるような、うん、はい、植物を使った体験会はやっています。でそれがどん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 このなんか慣れてくるとこういうのも作れますよということなんですね、はいはい、これいいですね、クバの葉っぱで作ったこのカゴ、これいいですね。上にね、果物入れたり、あ、いいですね、果物入れたりとかね、こういう技術も教えていただけると、はい、すごく貴重な、はい、時間だと思います。今日それでお持ちいただいたの他にもあって、はい、そこにあるのこれ何の葉っぱでしたっけ。これがあのマーニーですね。マーニー、黒つぐって言うんですけど、黒つぐの葉、まあ、ヤンバルではマーニーっていう植物を使ったソリになります、はいはい、ソリになるやつ、まあ、ディスプレイとしても装飾品としても使われること多いんですけど、はい、これはおもちゃ美術館ではこのソリに乗って、はい、あのソリ体験、もう引っ張って遊ぶ体験をしてます、うん、はい、あの大人の方が乗っても大丈夫です。あ、そう、ちょうどねお持ちいただいたのはちょっとね、画面をお持ちのみな、ご覧の皆さん見ていただきたいんですけど、こんな大きな葉っぱなんですよ。こんな大きな葉っぱで、これもともと当然緑の葉っぱなんですけど、ね、これ僕も知ってるのはある時に小学校に行ったらちょうどこれ教えていらっしゃる、ちょっと現場を出くわしてみたんですけど、うん、このヤシの木みたいに葉がバーッと生えてるんですよね、はい、これをこうやって編んでいくんですよ。でこうやって編んでって、でそれを、子供たちがここに乗っかってこれ引っ張ってね、はい、ソリみたいにして遊んでましたよね。そうです、ね、ここにこの持ち手があるんですよね、はい、この持ち手まであってね。でこれはそのままであとこのままこうやってほらミングっていうか、これで飾っておくとね、まあ、これはこれおしゃれなんですよ。こうやって飾っておいておくと、うん、ね、はい、これを僕もねいただきました。あの自宅には2つあります、はい、あまりにも素敵だったんでちょっといただきましたね。なんで丈夫なので大人の方が乗っても楽しめる素敵ですね、はい、というのをいろいろ今日お持ちいただきましてね、ありがとうございます。あ、今書いてる素数の風力発電所で見て天の川すごかったね。そうそう、ヤンバルの天の川すごいでしょ。素数ってあっちのね川、あのあっち素数の方にね、あれヤンバルクイナいますよ。うん、僕見たことある、ね、ヤンバルクイナ、ね、いますよ、はい、いや、ありがとうございます。いろいろこうやって、体験するのってやっぱりこの なんでこういったお仕事に就きたいと思われたんですか。私はまあ、おもちゃ美術館と出会ったのが、まあ、7年前ぐらいなんですけど、はい、まあ、その時ちょうど、まあ、子供が小学校入学する時ぐらいのタイミングだったんですけど、はい、まあ、それまでは会社員として、はい、まあ、勤めていて、うん、まあ、子育てを優先に働きたいな、うん、まあ、でも地域ともつながりたいなっていう思いから、はい、木育っていう言葉に出会いまして、はい、でこれがまあ私の中で自然がもともと好きだったことと、まあ、子育てに生かしながら、まあ、地域ともなんか交流が持てるような活動だなっていう、そこにすごく共感して、
で、あの木育ちょっと学んでみよう、勉強してみようっていうことで入ったのが最初のきっかけですね。なので私にとってもおもちゃ美術館との出会いは本当にもう人生を変えたというか、はい、あの、まあ、今につながってるものなんですけど、はい、人生を変える変えられました。あ、すごい。木育と出会って、はい、でもなんだかその変えるっておっしゃってる中で、その大事さっていうのが現代にないものですよね、はい、やっぱり今何でもこのなんだ物が便利になってきて、まあ、怪我しないようなもの、今これももちろん怪我することはないと思いますけど、木に触れるってことってすごく今あんまりないじゃないですか、はい、これに触れて何か得るものってまさに人生を変えるようなことになるんじゃないかな、なってしまいましたね、はい、でその活動を通して、うん、まあ、最初は本当に地域の活動から、うん、自分にできることから、はいはい、あの始めて、でこの木のおもちゃを取り入れながら遊びを、まあ、お手伝いするというか、あとワークショップ、木工のワークショップとか、本当にもう周りの方の協力を得られながら続けられたんですけど、そうすると本当に子どもからその親や保護者や家族の方、あの、まあ、大人の方も含めてみんなが本当つながって、その場にいるみんながつながって笑顔になるっていうのを何度も見ているうちに、やっぱ自分もやっぱり幸せ感じますし、うん、この活動ってあのみんなをつなげる活動だなっていうのをずっともう実感してきて、まあ、ご縁があっておもちゃ美術館に2年前からあの勤めることになったんですけれども、なので今は本当最高の環境で、あの、まあ、今からまだまだいろんな、ね、課題はありますけども、楽しみながらなんか皆さんと一緒にあの活動できてるなっていう風に感じてます。今ってあのその交流っていうのもやっぱりちょっと久しい時代じゃないですか、あの知らない人から声かけられたらちょっとね危ないよなんてこともあるし、当然それは当然だと思うんですけど、しかるべき場所があって、それがこの共通項として木、木育ってこの場所があって、はい、そこでみんなが触れて笑顔になって世代間がそれでつながっていくと最高の場所ですよね。最高だと思います。もうそこに理由はないですもんね、はい、もう本当変な理由ないですもん。変な理由は好意的に遊ぼうよって、はい、そうですもんね、うん、遊びながらね、その本当に例えば80代おじいちゃんおばあちゃんから、まあ、子どもたち小学生まで全部そこで一緒になって入れるってことですもんね、はい、うん、難しいことないですもんね。難しいことないです。まずは触れるっていう、ね、まずは触れること、うん、ああいい取り組みですね。でなんかおもちゃ美術館でこう来館される方見てても、うん、まあ、皆さんね、あの別々でもちろんいらっしゃるんですけど、うん、今、ね、80代の方のって話で、うん、まあ、例えばあの高齢の方が来た時に、うん、まあ、あの赤ちゃんとか見たら、うん、あのね、やっぱり沖縄の、ね、はい、おばあたちおじいたちもね、あの可愛いね、抱っこさせてっていうことがあったんですけど、で県外から来たあのご家族で、そのお父さんがおっしゃったのが、向こう県外に住んでるところでは赤ちゃん誰も抱っこしてくれないとか、あったんだけども、こういうふうに赤ちゃん抱っこさせてとかっていうのがすごく嬉しいっていう言葉もいただいた時に、うん、あのやっぱこの空間ってやっぱみんなをつなげてみんな喜ぶ笑顔になる場所だなっていうのは、そういう時も感じました。今いろいろあのお話をお聞きした中なんですけども、実際じゃあどういう場所なのかっていうのをぜひあのホームページもご覧いただきたいところではあるんですけども、せっかく今日番組にお越しいただいているので、あれですかね、あの今動画流せますかね、ちょっとラジオ聴きの皆様にはですね、ちょっとあの音でイメージしていただきたいんですが、ちょっとここでやんばる森のおもちゃ美術館のちょっとイメージ動画をちょっと、はい、流していただきたいと思います。お願いいたします。
今マイク上がってます。はい、よかったっすね。こんな家に住みたい今度って絶対そう思いますよね。いや素晴らしい。ビデオのね、やっぱりこの構成も綺麗だったですけど、当然やっぱその場所が良かったから、まあ、当然いいビデオになるわけで、やっぱり住みたいっすよね。うん、格安でお願いしますっておっしゃってます。格安で、まあ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 格安で、入場料とかもありますけど、ぜひ遊びに来てください。で国頭村に住んだらねお安くなるんですよね。はい、村民割もあります。高坊さん今度はね沖縄に戻ってくるっておっしゃってるんで、国頭村にもどうですか、一軒お家を購入されるっていうのは賃貸でもいいですけど。整いました。美希子さんのいらっしゃるヤンバルとかけてキャンさん、電波の調子が届く、その心はどちらもイオンにあふれてますとね。素晴らしい、お上手な方でいらっしゃいますね。ありがとうございます。イオンとイオンが ね、 かけてらっしゃるね。素晴らしいね。ヤンバルは星空が綺麗ですか。本当は明るくなっているので昔よりは厳しいかと。私も今年後半は見に行けるかもしれません。ぜひぜひ高坊さん、今年後半だから冬はねちょうどね空が乾燥、空っていうか空気が乾燥してるからね星空綺麗だと思うんでね、ぜひ行ってみてはいかがですかね。今 CM があと1分ぐらい、あと25秒ですね。ちょっとお時間がもう多分10分もなくなってきたんで、じゃあ早々にすぐ変動の話からリニューアルの話まで、で時間がそろそろになってきたら僕何か合図そろそろ10秒です、ね、はい、はい、引き続きお送りしております。この番組は僕と写真とカメラマンとのございますが、引き続きお願いいたします。ヤンバル森のおもちゃ美術館館長代理でいらっしゃいますかな、美希子さんお願いします。はい、お願いします。ということでですね、素敵な動画でございましたね、行きたくなりました。はい、ぜひお待ちしてます。拝見させていただきありがとうございました。なんかですよ、学校さんとのなんか授業の接点みたいなのもありなんですよね。はい、はい、今年、まあ、去年のからなんですけれども、はい、地元の小学校の方と、まあ、協力してというか、まあ、お手伝いする機会がありまして、はい、子どもたちのこの、まあ、木育授業っていうものを村内ではこう取り入れていて、年間通して結構長期間通して全体で木育を取り入れてるっていう、はい、その時はコースターを作るっていう講座がありまして、そのお手伝いをさせていただきました。これは村内で、はい、村内ですね。あ、はいはい、まあ、もう小さい頃から、ね、木に親しむ、木に触れる、でまたヤンバルの自然や国頭村とまた首里城の関係性もありますので、それをもう授業を通して学ぶっていうことで、はい、村内の子どもたちはもう授業の一環として木育を取り入れてますね。はい、これからこの村内以外にも拡大していく可能性も十分ありえます。あ、はい、もうそう願ってます。もうね、木と触れる場所ってすごい大事だと思うので、はい、ぜひぜひ、ね、はい、国頭村以外のところでもちょっと触れてみてもいいのかな、はい、そうですね、まあ、なんかこの国頭村の小学校の取り組みが、はい、沖縄県他の市町村でもいろいろ広がっていったらいいなという願いはありますね。ぜひぜひ楽しみにしております。はい、なんか地元はね、小学校2つ3つ今はあれかね、1、2、3、4、5、まあ、小規模もやって5つぐらいありますもんね。はい、あの辺でじゃあやってらっしゃる、はい、ね、はい、素晴らしいございます。他にもあれですか、なんか聞いたお話だと、リニューアルされるってお話も。はい、ありがとうございます。来年2025年の、まあ、夏頃を目指しているんですが、来年夏、はい、はいはい、リニューアルオープンの予定がありまして、はい、今の面積の約4倍ぐらいの大きさに、はい、拡大、今の面積の4倍、そうですね、建物がですね、はい、大きくなります。で、はい、木工体験ができる場所や、はい、あとは草編み体験ができる場所など、はい、本当に、まあ、多世代の方が遊べる場所に、はい、さらに拡大します。あ、まあ、常設でじゃあできるような形になっていくってことですかね。はいはい、そうですね、今企画でやってるのが、はい、まあ、ある程度常設、はい、あ、すごいですね、はい、いいですね、はい、こんな感じで、内観イメージも出てますね、はい、失礼します、私お持ちいたしましょうか。あ、はい、ありがとうございます。内観イメージもありますね。外観イメージとしては今4倍、はい、4倍の広さになると、はい、内観イメージとしましたこっちですね、内観イメージとしましては、この
骨組みも綺麗な木を基調、はい 木ですね、木がよく分かる質感が分かりやすいような内観になってますね。ははということと内観もう一枚いきます。内観イメージもう一つよいしょ。あこちらもね、あ木がすごいな、木の迷路みたいになってますね。木の伊光さんがお気に入りの、はい、琉球松の卵プールもですね、今約5000個から、はい、次2万個5000から2万個はい、これじゃあクロールで泳いで帰ってこれますね。はい、泳げますそこまでかどうか分かんないけど、分からないですけど、でも気持ちよさそうですね、はい、わお5000から2万個ですよ。今5000だとちょっとなんだジャグジーの丸いね、丸いお風呂場に1人入れるかなって感じですけども、はい 足湯みたいな感じで、あれは何人かじゃあ 3,4 人ぐらい入れるぐらいになるかもしれないかなっていう、ね、はいはい、楽しみですね、はい、いやーますますじゃあ今後の期待ができますね。はい、ぜひ、はい、たくさんの方に来ていただきたいですね。ね、はい、でこの木の卵、まあ、2万個って今お伝えしたんですけど、はい、まあ、その時にこの磨く作業を、はい、まあ、子どもたちと一緒にできたらなっていう思いはあります、はい、みんなで作り上げるような、はいはい、形に持っていけたらなっていう、はい、思いはありますね。またもうちょっとお聞きしたい、学芸員もなんか募集というか、なんかあれですよね、はい、おもちゃ工作なんかあるんでしたっけ。あそうです、今年はもう、はい、終わったんですけれども、はい、また次年度も、はい、まあ、これがちょっと終わったものなんですが、はいはい、おもちゃ遊びの案内人であるこのおもちゃ学芸員の養成講座もまた次年度も計画してますので、はいはいはい、興味ある方はぜひお問い合わせいただきたいと思います。ちなみに第4期はもう終わっておりますけれども、はい、2024年1月20日土曜日10時から17時、30名ほど北部障害学習支援センター2階研修室5、受講料は無料で募集なさったんですね。そうですね。ここでじゃあ養成された人たちは、はい、こういうところで、その一緒に金葉さんたちと一緒に何かできるというような楽しそうなね、はい、試みができるということもやってらっしゃったということ でもう一つ今日は素敵なお知らせがあります。10組のね、はい、ありますよ。なんと皆様お得な情報でございます。ですね、今日ちょっとねプレゼントをご用意していただいておりまして、ぜひお願いいたします。はい、はいはい、今日ははい、お呼びいただいてありがとうございます。はい、今回10名、ペアチケットなんですけれども10組のはいはい、皆様にやんばる森のおもちゃ美術館のペアチケットをプレゼント差し上げたいと思います。やったープレゼントがいただきました、ありがとうございます。やんばる森のおもちゃ美術館特別招待券ということですね。2025年の3月31日まで OK でございまして、ペアで、はい、ペアで10組様、はい、10組様に無料で差し上げますということで、これどのようにして差し上げましょうかね。はい、どのような形がいいでしょうか。こちらに先着順で、はい、これこっちから送る感じですが、直接に、はい、FM 機能に取りに来ていただければ、先着 10組様にですね、はい、差し上げますんでね、今素敵な空間が広がっておりますので、ぜひこれからの時期ですよ、例えば今でいうと春休みでございますし、4月入りましてゴールデンウィークもありますし、本当にいい時期ですからね、ぜひ皆さんゲットしていただいてですね、ぜひ休日 の有意義な時間を過ごさせてみてはいかがでしょうか。これ素敵ですね、ありがとうございます。はい、プレゼントいただきましてありがとうございます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか、本日のお話、ヤンバル森のおもちゃ美術館、ヤンバルの素敵なね、やっぱり大自然の中にあってですね、この木に触れること、そしてこの人との交流とかね生まれるところ、そこにやっぱりなんか癒しがあるんじゃないかなとすごく僕は感じたんですけど、まあ、僕自身すごくヤンバルの大ファンでもあるので、改めてまた遊びに行ってみたいなと思った次第でございます。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからもですね、国頭村、私あとお仕事でちょっと関わらせていただいているところもあるので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ということで本日のゲストでいらっしゃいますが、やんばる森のおもちゃ美術館から、館長代理でいらっしゃいます金葉美希子さんでいらっしゃいました。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、どうも、ではではさようなら。お葬終わりました。以上でございますね。皆さんすみませんで切り替えて終わったんですけど、チプリングさん素敵なプレゼントで、残念ながら近々沖縄に行く予定がない。でも大丈夫、先着10名だから、まあ、もしそうじゃなくてもね、ぜひ Q
来てください。あの全然楽しみ、絶対来月行きたいって欲しいな、高本さん欲しいな、来てよ着払いで送るとかね、まあ、何か連絡取ってみてくださいね。あ、スプリンさんお疲れ様でした。夏近いね、お疲れ様。あ、来月行くから欲しいって、もう一度連絡してみてくださいよね。やったー、自然の香り嗅ぐのは大切。そう、やっぱりね、匂いっていうのはね、体をリセットしますからね。素敵な匂いを嗅ぐべきですよね。素敵な方と見たいので格安お願いします。いいね、素敵な方だね。皆さん来てくださいね。本当ありがとうございました。シュプリームさんも高本さんもカッポイさんもミキトニーの娘さんありがとうございます。キャンさんもありがとうございます。キャンさんありがとうございました。ということでございましたが、本当に今日はあの遠藤はるばるありがとうございました。こういった番組でございました。あの本当に魅力がたくさんありすぎて、はい、時間内でちょっとお送りできなかったなと思ってますけども。いいです、とんでもないです。おもちゃ美術館があるよっていうのを。はい。できただけで、そんなところにあるよっていう。そうです、もう本当に、ね、本当に細かいこと言ったら本当にいろいろ、その何ですか、あれも聞きたかったんですよね。あの、ウッドスタート宣言とかね、はい、そこがあって6項目があって、それをクリアして、初めてこのなんかその宣言を受けたところがおもちゃ美術館としてスタートするのがあったから、はい、それって何だろうとかいろいろ思ってたんですよ。もう国神、沖縄では、はい、国神さんがその10年前に、ね、うん、スタート宣言というあのして本当2年前まさか2020年ですねに沖縄県も宣言したっていうこの流れが、あの、まあ、まだ関わって7年ですけど、私たちもすごい動きだなっていうのが、はい、それだけこう、ね、皆さんが木に奥行くにすごい興味を持ってくださったっていう動きが、あの、感動しています。相性いいですよね、国頭村とか、グッドスタート宣言のこととか、今やってらっしゃる目撃のこととかあってね、はい、いやちょっとまた参りますんで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひぜひ、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんでは、さようなら、またお会いしましょう。もう終わってます。まだ終わってないです、はい、来月また帰省するだおーって書いてる。また高本さんね、来てくださいよ、ぜひ一回お会いしてみたいな、高本さん師匠の方ではないですか。あ、ではないです、沖縄の方なんですけど、今上京してらっしゃって、あの、ね、そろそろ帰ってくるよみたいな感じで思いました。いやい、戻ってきてね、どっかでお会いしたいですね。ではまた来週お会いしましょう。皆さんさようなら、ありがとうございます。スタジオ遅れて待ってます。高尾さんありがとう。じゃあね、